はい、どうもバイス TV です。今ね、ここは第二京浜、横浜の方に向かって走行しています。今日は友達と横浜、できることならば、まあ、湘南、まあ、江ノ島とか辻堂とか、ね、そっちの方に行ってみようかなという話をしてます。で今ね、11時48分なんで、まああったかいしね、なんとか暗くなる前に帰ってこれるところまで、限界まで行ってみようかななんていうふうに話してます。最近走行動画あんま人気ないんですけども、なんでね、もうここまで一切撮らずに無心で走ってきましたけどね、まあ、ここからちょいちょい撮っていこうかなと思います。今日はちなみにバンムーフです。やっぱね、100キロを超える日はバンムーフっていう感じですかね。横浜まであと17キロですね。まあいずれね、湘南までは行こうと思ってたんで、もう今日できればやっちゃおうかなって思ってます。ということで今多摩川を渡りました。お、富士山が綺麗に見える。映ってるかな。すごい綺麗に映ってますね。ちょっと、さあ、そして神奈川県、川崎市に突入です。ちなみにピンマイク使うのやめました。あんま音良くないですね、あれ。もうちょっと研究の必要があるかなといった感じです。まあ、僕も友人もね、若干二日酔いなんで、どうしよっかみたいな感じなんですけども、まあでもどうせだったらね、もう天気もむちゃくちゃいいんで、湘南まで行こうかという感じですね。はい、もうね、横浜見えてきましたよ。あっという間ですね。もうね、今日はね、余計な会話とかもしないで、ただひたすら第二京浜をこうやってね、西に向かって走行してる感じもあってですね、もうあっという間に横浜に着きました。まあもうちょいですけど、とりあえず横浜のまあ適当なところで昼飯食って、そのままもう一気に湘南まで行っちゃいたいと思います。いや、まあ結構疲れてはいるんですけど、アシスト1なんでね、疲れてはいるんですが、なんとか、まあ、我々も毎週末100キロぐらい乗ってるんで、結構慣れましたね。まあでもちょっと横浜で一旦休憩かな。はい、もう秒速で横浜に着きました。このまま中華街に行きたいと思います。さあ、今日の吉村屋はどのぐらい並んでるでしょうか。もうディズニーランドより並んでんじゃないですかね。すげえな吉村屋。さあ、みなとみらいが見えてきました。はい、今まだ 81% バッテリー残ってるんですけども、今日なんせね、たくさん走るんで、今一時的にバッテリーというかね、電圧をゼロにしてます。まあそれでもね、
オートギアは効くので、オートシフトチェンジはね効いてるので、意外とペダリングは軽いですね。でこれ平坦な道なんで、とりあえずゼロで走ってます。まあ多分すぐまた1に戻すと思いますけども。今桜木町、ここ館内の方までまっすぐ行けるのかな。今日はね、まだここがスタート地点みたいなもんなんでね、まだまだ走りますよ。もうちょっとした中華街かな。意外と横浜の駅から中華街は、まあ、あっという間ですね。お腹空きました。もう1時です。これどっかそこ公園のとこ左側だよね。なんだっけな、もうほとんど店知らない中華街。ボタン園だったかな、うん、あとあの越光美食とかさ、そう適当でいいよ、うん、いや俺もそう思ってんの。そんなになんかここで凝ったことしないで。あ確かに。いやこの辺雰囲気いいね、横浜好き。いい感じですね、うん、横浜公園。さあ中華街に来ました。おお、ちゃんと映ってたかな今。近すぎて映ってないかも。なんかサクッと肉まんでも食べますか。一応座りたいね。あ結構ここやっぱレンタル自転車置いてんな。あこの辺覚えてるな。いやついに来たな。飯店だっけ、456って書いて。さあ中華街に来ました。どっか適当な店決めてねご飯食べます。結構やっぱ人多いね。ここちょっともう手押しだな。そこが受験飯店だっけ、確かローズホテルとか、うん、あ違うな。これはちょっと半端ないね。ここ通るのしんどいな、うん、どっか外れ行こう。すごいことになってます中華街。やっぱこれだけ天気いいとね来るよね、うん、案の定って感じだけど。はい、4円お店に来ました。小籠包の専門店です。来ました。これはねあんかけチャーハン。あんまり話さないで
今ね上海御苑っていうお店今ねもう並んでますね、非常に人気のお店で、偶然ねふらっと何も考えずに入ったら席が空いててすぐ入れたんですけども、その後ねすぐいっぱいになっちゃいましたね。で今日今もう2時前ぐらいなんですけども、今こっから湘南行こうかと思ったんですけども、こっから行くとですねやっぱ4時ぐらいになっちゃうかなってことで、そうすると家帰ってとかって考えるともう7時8時とかになるなと思ってちょっと断念します。で、この後ね横浜、あの島のとこもあると思うんでね、適当にぐるぐるサイクリングしてから帰ろうかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。